もともと絵描くのが好きで、だからワードでイラスト描けるっていうのも楽しくて、で仕事にしようって好きなもので食べていけたらいいなと思ったんですけど、実際に仕事みたいなことでいただくとアイディアを出すのが難しくて、好きなものを仕事にするっていうのも大変だなと思っています。でも私のイラストで元気になったりする人を見ると、だからこっちまで元気になるんです。たくさんいっぱい絵を描いて、それがどうか伝わったらいいなと思っています。次に図形で目を描いてみますね。こうピンってよいしょ。ほんで縫いつぶしが白で、枠線がなしでいいのかな。で線の色を太いので0.5でこうや線をこうつけてみたいな感じでして、こう予言の鳥がね、くちばしと何だったかな。で色をまたつけるこうシフトで2つ一遍に塗れたりするわけです。黄色今後もこのような世界観が楽しめる、ワクワクする、元気になる素敵な作品をたくさん描いていきたいと思っていますので、応援よろしくお願いします。